パーシバル・マーガンサー・パーシバルエアクラフト社のカタログに掲載されたマーガンサー・パーシバル・マーガンサーは1940年代終わりの小型の民間輸送機である。本機は全金属性応力外飛構造で首輪式の引き込み可能な膠着装置を持つ創発の高翼単容器であった。マーガンサーは鳥の愛さの意味。マーガンサーは 乗客に訴えかけることに重点を置いて設計された乗客5名乗りの小型旅客機であった。この結果、最高を見晴らしと乗降しやすい提唱を実現するために、後翼の配置と首車輪式の膠着装置を採用した。1946年11月に完成した胴体部は、パリ航空省に出展するために、鉄道連絡船でパリに運ばれたが、エンジンに、 デハビランドジプシークイーンを選択して設計されていたことと他に適当なエンジンも入手不可能であったことからこの時点ですでにマーガンサーの名運は尽きていた。マーガンサーは1機のみが飛行し、初飛行は1947年5月9日にルートン空港から行われたが、この機に搭載されていたエンジンは軍需省からの借り物であった。 パーシバル社はこの機体で広範囲な飛行試験を実施し、多くの価値ある試験データを入手できた。1947年9月にラドレットで開催されたスバックショーに出展されたが、1948年8月には廃棄処分にされた。2番目のマーガンサーは静止テストと構造テスト用の機体として使用された。マーガンサーは量産されなかったが、 本機の試験プログラムから得られたデータをもとにした、さらなる開発が適当なエンジンが、入手可能となったより大型のプリンス、プレジデント、パーシバルペンブロークシリーズへとつながった。出展、ブリティッシュシビルヤクラフトシンス1919 19、ボリューム3、初言性能。ありがとうございます。